コーヒートークが舞台を東京に移して新たにオープン。あなたはこのカフェのバリスタとしてお客さんに寄り添います。カッパのケンジさんはサラリーマンとして働いていますが、退職後のやりがいが見つけられず悩んでいるようです。さて、注文が入りました。抹茶をベースにミルクをダブルにしましょう。ラテアートはステンシルを使って少し豪華に。抹茶ラテの完成です。飲み物は注文通りに作るだけでなく、お客さんに寄り添ったアレンジも。癒しの一杯を提供してあげてください。コーヒートーク東京は2025年配信。